田恭介もね、6年生になりました。あ、6年生から中学生になりました。ちょっと感じが変わってしまってね、なんとなくこう見上げな感じ。あ、そうはね、あそこに貼ってますけど、新聞が毎日新聞に出ましたので、あの近畿、西日本近畿大会ね、4年生、5年生、6年生とずっと優勝してるんです。で、東京の大会もね、2回行きました。今年もまた行くんですけど、で、去年は100人ぐらいの中で6位になりました。でも変声期に差し掛かってるのでね、ちょっと惜しいなぁと、あと夏まで持ってくれたらいいなと思ってるんですけど、男の子はね、そうやって成長していくので。She keeps